パッシブはスキルが敵に当たると敵が次に使うスキルレベルが低下します。こちらは触砲のレベルが5の倍数で低下するスキルレベルが1から3まで増加します。またガトリングの特殊効果は受け付けません。スキル1は敵プレイヤーしかターゲットにできず、敵にヒットすると再使用可能になります。再使用する際は当たった敵からカーソルが伸び地面を指定します。指定された地点へ敵が移動できればシールド、移動できなかった場合はダメージと2秒間スタンします。スキルダメージを見て分かる通りかなり痛いです。スキル2は指定エリアにフィールドを展開し、エリア内の敵にダメージと中央へ引き寄せます。フィールドは4秒間持続し5回のダメージ判定があります。かなり強力だと思います。必殺技は対象を1人 1.5 秒間拘束します。拘束された敵は味方を挑発し、味方から攻撃を受けます。これはタワーも有効なので壊れ性能です。また覚醒すると拘束時間が3秒に延びます。今回は非人類学園の昨日実装された触砲のサポートでの運用の動画をやっていこうかと思います。こちらはアリーナでやったんですが、アリーナも実は今バグってて招待できないバグっていうのが起きてないですかね。私フレンド誰も招待できないので、やる際全チャで募集しないといけないみたいな状況になっててかなりきついですね。一応触れておかないといけない話としては、触砲のスキル上げですかねは荷上げを私はします。1上げをするとダメージだったりとかクールダウンの低下等々いいところがあると思うんですが、2上げをしておくとダメージというよりかは移動速度低減の方が非常に大きいですので、コンボを決めた際の敵が逃れなくなる率、ロックっていう率がだいぶ高くなりますから、そういった点からも2なのかなっていう気がします。ただこれはまだ実装されて1日で諸説あると思うので1上げでもいいのかなと思いますが、使いやすいお好みな方向でやってみてください。開幕は MM がコインに命をかけましたので、その結果こんなことになりますので、MM だろうが何だろうが開幕コインに命をかけるのはやめた方がいいですし、最近トップでテレポートだったりとかブースター積んでる方はレベル2になるタイミングこんな感じでガンクされますので、そういう時レーンをプッシュしすぎると、こういう形でデス RTA を始めてしまうことになりますから注意してください。そしてまだ死んでるのが分かって、上がってないのが分かりますので、ここも再度いきますね。こんな感じでガンクする時も取り間1当てておけば敵がどうやっても必ずスタンしますから、大白の場合2スキで消すことができるけれどもかなり厳しいものがありますので、この触砲というキャラは、ごめんなさいランクで私まだ1回もやってないんで分かんないですけど、おそらく万角エステレクラスにきついと思いますね。今までアクセラレーターを拘束するために東鉄先生のウルト非常に重宝されてピックされてましたが、東鉄先生のいいところが全部、パッシブだけは東鉄いいものを持ってますが、それ以外はおそらく触砲でことが足りますね。触砲に関してはめちゃくちゃ普通に雑なコンボで雑に私が死にましたね。ごめんなさい。触砲に関しては東鉄ウルトで拘束できる時間を触砲先生もウルト覚醒すると一発で拘束できるようになるのと、かつそれとは別に1スキの2秒のめまいと2スキのグイングインっていう中央に引っ張るコンボを合わせて、余裕で5秒以上はキャラクター1人をソロでロックすることができるもんですから、ビルド魔法にしてなくても超強いんですよね。なんでそういったところも含めてかなりの壊れ性能ですね。そして今回味方黒子、悪くはないキャラクターですが、レーンよりかはジャングル運用が安定的なのかなっていう気がしますね。特にレベル4の裏からのガンクはかなり刺さりやすい、最初の大白にあったコンボですね。というところからいいですし、注意しないといけないのは、また黒子の話でもすると思うんですが、ウルトがスーパーアーマーではないので、そこだけちょっと気をつけないといけないかなっていう気がしますね。ただこのキャラクターも自前のミニスタンがかなり強いですからおすすめですね。1スキ使う際は必ず注意しないといけないのが、打った後、再使用して場所を指定しないといけないので、ついついそこ忘れがちかもしれないですけど、基本的には敵の逃げる方向と反対側ですねを設置してあげるといいです。でかつ2スキも、置いとけばフィールドが、4秒間ぐらいその場所で持続されますので、敵の逃げる方向だったりとかに置いておくといいですね。ただ黒子と触宝2人いることもないと思いますが、今みたいないる場合だと結構黒子が2隙で敵を運んできてしまうので、1隙のワープ位置のところから、そこに近くに持ってきちゃったりとか、はたまたそこに乗せてしまうみたいなこともありますので、そういうところはちょっと相性的なシナジーは気をつけた方がいいかもしれないです。ただほんまに強いキャラクターですので、基本的なコンボというところであれば、とりあえず2を、1当てて2流す。で、その後、タイミングを見計らないといけないんですが、安定でいくんであれば、1、2、1ウルトが安定ですね。これで5秒ぐらいロックできますから、めちゃくちゃ強いですね。ここもね、今たまたまですが、私がウルトを展開したタイミングで敵大白がいいウルトを打ってたところに、相手が大白のウルトのダメージ判定食らっちゃっていっちゃいましたね。なんでウルトも本当に強いですね。 1.5 秒間敵1人拘束できるっていうところもいいんですが、ターゲットタゲを据えますので、例えば MM の牛魔王だったりとか大白が近場の明治をターゲットにウルト発動すると、そこボコボコ殴ってくれますから、めちゃくちゃ強いですよね。範囲で要するに AOE かけてる、 AOE で CC 入れてるみたいなもんですから、集団戦の火力バカにならない、拘束力がバカにならないですし、やっぱりその最中の2隙入れてしまえばもう敵どうもならんですからね、これかなりぶっ壊れてると思いますね。運営さん、その唯一と言っていいほど、うまいことそこは良かったのかなと思いますが、ジャングル周回がこの触宝をサポートに据えてもめちゃくちゃ遅いので、そこはいい点だと思いますが、そういうところを補うためも若干ありきの2スキ上げっていうところがあります。1スキがジャングルモンスターだったりとか、ウェーブのミニオンに対して全く有効ではないので、実際2スキしかお手伝いすることができないっていうところがちょいと悲しいいけてない部分ですね。ここもとりあえず1流します、ウルト1、2みたいな感じですね。なんでどっちでもいいです。ただ射程的にはおそらく1だと思いますが、1は CC じゃないので2発目当てて初めてっていう形ですから、ここも2、1ですね。で2当ててみたいな感じで、本当に1からの2確定コンボですから、下手になんか当たらない2を流すよりかは、11した後敵が2秒目まいってる間に2スキで当てる、その後サイドに、ウルトで締めてもいいです。どういう形でもいいですが、本当にいけてますね。 CC お手軽チェインできすぎますから、とりあえず注意することは1か2で必ず敵が止まってる状態のところに2を当てるですね。当たらない2は打たない方が本当にいいと思います。そもそも多分本当にランクでこれは開かないと思いますね。エステルとはまた違った壊れ具合ですが、これはやべえですね。逆に黒子だったりとか、前回実装された三坂美琴、三坂はもうほぼバンされないですから、黒子も私はいいですね。タンクビルドにしても割と火力出てくれますので、次の動画黒子でまたそこは説明していこうと思いますが、いけてます。で一応ビルドに関しては、正直最近どれでもなんかこれ買っときゃいいんじゃねえかっていう感じしますけど、サポートはクールダウンビルドがお手軽でいいですね。というのも、今回はすいません靴クールダウンに履いちゃってますが、基本的には靴はスケボーですね。タワーダメージも、物理攻撃判定なので、タワーダメを低減できるっていうところからもスケボーがスーパー安定だと思います。ここ集団戦の時後ろから敵1人に CC ぶち込んでこちょこちょしてるだけでいいですから、近づかなくて距離飛べて戦うことができるんだったらスケートでもいいかもしれないですが、安定プレイでいくんであればスケボーだと思いますね。今回はちなみに私はスケートを買っちゃってます。でスケボースケートどっちか靴を買った後、いつも通りな380、390ベストかなの魔法、ここもすごいですよね。1人で12タワー下でウルト毛量付きにあれぐらい、サポートで削ることができるので、めちゃくちゃ本当に強いですね。とりあえずもう本当足速くして追いついて1流しちゃえば、どんなキャラクターでもフラッシュがあろうがなかろうがっていうところがありますから、ほんまに強いですよ。おすすめ、おすすめというかいかつい CC サポートっていうどころじゃないぐらい本当に CC 持ってますね。これはちょっと過剰な CC だと思います本当に。ごめんなさい装備、流行りのクールダウンビルドが安定的かなと思いますね。390のベスト、380ぐらいの本、国士の材料のお手手、これで 30% ですから、あとは靴出ますかというような状況でいいかと思います。あとは南極とニスキの相性もいいので、将来的にはおそらく南極覚醒になるのかなと思いますが、それを見越した南極のアイテムっていうところ。あとはサポートアイテム、足が欲しいので、まあ、CC 入れるときとか、まあ、とにもかくにも全体的に足要素含めて、まあ、マント買ってますが、まあ、ショーフルでもいいし、なんだったら太鼓でもいいですから、ここはまあサポアイテムはお好みでって感じですが、私は足用で今回マント貼ってますね。いやーでも本当にすごいキャラクターが来たもんだって感じですが、まあでも多分ランクではこれ開かないと思いますね。ただ今回のイベントについて軽く触れておくと、毎日10連のガチャガチャが無料でできますので、そこを活用すると、まあ、ミサカ、食宝、黒子、このかけらが全部交換がどれでもできるようになってるっていうところから、おそらく2キャラぐらいは余裕で交換できるんじゃないですかね。しっかりと毎日やれば多分3キャラ全部無料で手に入れれるんじゃないかなっていうぐらい、コラボとしてはだいぶ良心的な設計になってると思いますので、私はメイン赤、ミサカだけ課金しちゃいましたが、国宝と黒子、食宝と黒子はもう普通に問題なく交換できましたので、おそらくは普通にやればまだまだ日数も設けられてると思いますから、毎日のガチャガチャで手に入れたかけら使って余裕で交換できると思いますね。まあいい仕様ですが、まあ、毎日しっかりとプレイしないといけないのと、意外と試合数結構模擬戦でみんなイカサマしてましたが、まあ、模擬戦やらなかった場合のライトユーザーからするとちょいと試合数多いかもしれないですけど、普通にプレイしている非人類プレイヤーであれば、おそらく模擬戦なんてそういうめんどくさい作業ゲーしなくても普通に毎日ランクしておけば余裕で回せると思いますね。私も知らぬ間にクリアできてたので問題なかったですね。で一応この紫マント、まあ、結構弱いと思われがちかもしれないですけど、範囲で移動速度をこれだけ上げるっていうだけでもめちゃくちゃ強いですし、今敵見てわかる通り、やっぱりこの CC のロック具合、タワーしたらとどえらくらいますからね。敵の白蔵ちゃんもボコボコのズタズタに今なって死にかけてましたから、毛量付きが本当にイケてますね。で、まあ、さっきも言った通り南極とニスキの相性がすげえいいですから、覚醒させたらマジでえげつないことになりますね。これ強すぎですよね、本当に。 CC やんべえですからね。本当見てわかる通りコンボもそんなに難しくはないので、操作量的にまあちょっと1スキの挙動だけが少し特殊なのかなっていう気がしますし、離れられた敵でもカーソルが自分の見えない位置で出ますので、とりあえず引っ張って手前に、まあ、敵の逃げる方向と反対側にしっかりと引っ張るっていうところは忘れないようにやればいけるかなと思いますね。なかなか終わらんなというところで、以上食宝さんの簡単なまあ、プレイの紹介というところでした。めちゃくちゃ本当におすすめなサポートだと思いますので、 CC の豊富さはピカイチだと思いますね。食宝のスキル2が簡単に CC 発動することができるので、茂みチェックで活用できる哲学を団長に据えて、副団長は茨か食堂入ってますが、移動速度が欲しくなるってことであればスケボーですかねを入れておくと、まあ1スキガンクの際追っかけて打つことができるのかなというので、この辺はお好みでやってください。あとは汎用的な魔法貫通入ってますので、まあ、明治の応援団をそのまま流用するような感じでいけると思いますが、参考程度にお願いします。続けて装備ですね。まあ、動画内でも言った通りクールダウンを下げるビルドを安定的に取ってますので、まあ、こういうような組み方をしてますが、まあ、あんまり真似しない方がいいのかなという気もしますね。一応まあマントとからの靴はスケボーかスケート、こちらで考えていただく形ですが、基本的にはスケボーの方がいいと思いますね。そしてまあ一般的にクール下げるアイテムを買った後、まあ南極買ってみたりとかというような買い方してますが、まあ分からんですね。これはお好みでというところで、一応一例という形で捉えていただければなと思います。いやー本当にいいキャラクターですので、まあバンされちゃうエステルと同じような匂いがしますが、交換しといて損はないかなと思いますね。どこかのタイミングで弱体化されたとしても、チームに CC が足りない時にこのキャラクター入れときはとりあえず CC3 つ持ってますから、しかもかなり強いのおすすめだと思います。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。